ドラゴンクエストモンスターズジョーカー2、実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。続きから始めていきましょう。レベルをね上げておきました。ホークブリザードと、リザードキッズ、こいつらを今から配合して電電竜を作ります。で、電あ違う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 よ。リザードキッズと、自然系を混ぜて、電電竜を作ります。その後にできた電電竜とホークブリザードを掛け合わせてスノードラゴンを作ると、これで効率よくスカウト級をこなすことができます。なので、生まれてくる電電竜がメスじゃないといけないということで、ここでまだね杖とかは一切持ってないんで、手に入れるところまでねいけてないんでね、運ゲーです。まあね、リセットすればいいんだ、いいんですここはちょっとリセマラします。リセマラで自然系がアルミラージと、リザードキッズ、これでメスをね。で、スキルなんだけど、一応ね今後もスノードラゴンにして使う予定なんで、アラクレはねハッスルダンスあるからいいよね。ハッスルダンスええー、なー。で、守備アップは2を作らなきゃいけないから、できればね置いときたいんよね。で、獣道もなんやかんやいるんで、ブルーファイターは正直いらない。このカラー系ファイターね、ブラックファイター、ブルーファイター、イエローファイターとかは、その結構ね好きなんだけど、ギャンブル系のスキルを、マックスまで、振ることによって覚えるんだけど、なかなかそれがね強力で、まあまあけどストーリー攻略には必要ないかなとは思います。なんで荒くれ獣守備アップでいきましょうか。こいつは特にねスカウト要員とかではないんで、攻撃力はそこまでね求めないんで、メス、マス、はい、まあ OK ですね。両性ということで、電電竜、電電チョメで。ただ、これ今からね闘技場向かうんで、闘技場用メンバーをそうして、で見せるやつ、ホークブリザードはこの後配合に使うので、こんな感じで OK です。よし、じゃあ闘技場の攻略に向かいますか。まずスカウト級ね見せておきましょう、忘れないうちにね、レベル3の、はい OK です。まあスカウト級なんかなかったら電電竜なんて作らないよね普通。見た目がかっこよくないもん、だってデブいもん。デブくて許されるドラゴンってギガントヒルズ、ギガントドラゴンだけだからね。風船ドラゴンとかもダメだから、ダメだから、あれドラゴン認め、それだったらドンモグーラの方がかっこいいしね。じゃあランク E やりましょう。まあ立て続けにね D もねクリアできたらいいかなって感じなんで、一応 D も挑戦します。様子見て、ここ様子見ていけそうだね。 D もこのままいっちゃおうか、いけるかな。もういかにこのね鉄砲水が優秀か、 C メーダーこいつの素早さが速くて、なおかつ水芸のスキルを持ち鉄砲水を打てる、なかなかね序盤はほんと C メーダー芸と言っても過言ではないね。ただねその分 HP がいかんせん低いので、
そこをねどうカバーするかっていう、耐えられちゃったらもうそれで鉄砲水耐えられちゃったら反撃食らっちゃうんでね。オッケー、バトルリボン買ったね。そう、買わなくてもここでもらえるんです一応ね。出たよルボーロ。もう何なのその服、服何その服の色、青のなんか長い、そんな服何その服、きっしょ。あ、てかここ D ランクまで行かなきゃいけないのか、そもそも行かないと、次のね断崖のエリアの行き方を教えてくれない感じかもしれない、かもしれないというか多分そうだ。で一応ねコメントにもねあったんだけど、結構アイテムとかよく覚えてますねっていうのあったんで、これ一応実況撮る前に、実は一周しました。うん、やりたくて DQM2 やりたくて一周したんですよ。それもあってねちょいちょい覚えてるし、その攻略のまあサイトも覗きつつやってるんでね。ほんとやりたくて仕方なくて、で一周実況外でねまず撮る前にやった時は海岸でやたらベホマスライムを捕まえて、そのベホマスライムを混ぜることによって強キャラが結構作れるっていうことを発見したっていうね。でカブト小僧とかね作って、結構その試行錯誤したりしてました。なんで今回カブト小僧ね使います。実はカブト小僧は攻撃力守備力ともに優れていて、なおかつテンションアップがある。で、何で作るかっていうと、ここにいるブラウニーを、使うことで作れるんで、ちょうどいい攻略に関してちょうどいい効率的な魔物の一匹カブト小僧ね。で D ランク OK。 ここでメタルネイルを手に入れる。これでメタル狩りがめっちゃ簡単になります。でなおかつ断崖に今から行くんですが、断崖に行くことによってその転生の杖を手に入れます。それで疾風月を鎌頭に覚えさせて、メタルネイルを装備させることによりさらに狩りやすくなると。早速装備させておくか。鎌頭にメタルネイルで、余った爪なんだけど誰か装備できる？あ、ちょっと待って。あ、電磁竜一応ね。はい、ってなわけで、とりあえずね断崖の、ルート確保したんで、向かおうと思うんですが、その前にまず電電流レベル上げて、スノードラゴン作って、もう一回ねここ、スカウト級店に来ようと思います。はい、では、カットと、まあ特にねこの後このスノードラゴンを元に何か作るっていう予定はないんで、性別はまあどちらでもいいですね。なんで一応ねスカウト級にもスカウト級の、今回やる分の最後になる防御力アップ2っていうのが、必要なんで、それを伸ばしていく要因にしようかなって考えました考えました。じゃあ吹雪、一応ね吹雪と特性がね、ヒャド系のコツ持ってるんで、ヒャドとか吹雪系は、MP が半減しますんで、これと、守備アップ。まあ、吹雪はね、2位まであって、吹雪2位になれば、より強力な、
キャドの呪文打てるんだけど、どうしようかな、渋谷っぷーに振りたいんで微妙ですね。初の2枠ですね、今回2枠どうしたらいいかな。まあ当分はこっちのメンツでいきますね。 OK。 じゃあスカウト級、見に、店に行ってから断崖に向かいましょう。やっほー。4番目クリア。で次ももう出してくれるよね。で次なんだけど、次がヘルコンドル。これが断崖にいます。断崖におるんで、ただねランクが高いんで結構捕まえるの苦戦するかもしれん、知れません。ただねテンション100まで上げたやつを2匹で行けばまあ行けるとは思う。 50% は行くかなって予想立ててます。50は行くかな。ランク B だったかな、ヘルコンドル。 C だったかな、 C かな。でヘルコンドルを見せて、その後にヘルコンドルとスライムブレスっていうのも、出てきて、その2匹を掛け合わせてっていうのもスカウト級にあるんで、それも、頭に入れて、性別をねしっかり性別だけ合わさないようにね、ヘルコンドルとスライムブレスの。でヘルコンドルはこっち側に行けば最速で、会えます。こっち、あこれ右側から登った方が早いかな。でガチャコッコがね、確かガチャコッコ アッパーかなんか持ってなかったかな、スキルスクルトとかバイキルトとかバイシオンとかピオリムとか持ってる、結構優秀な補助で優秀なスキルなんだけど、まあ後々ね、うわータイミング良すぎてうわーって言っちゃったようわーってはず。まあ鉄砲水無双はまだ続きます。でブラウニーはそろそろもうちょっとで攻撃力カウントしますね。よし、であそこの卵のところにちょっとこいつマジでここにね出現します。ここにあれここにね結構ちょっとあれだな、エンカウントのちょっとテーブルを、エンカウントのテーブルを変えます。エンカのテーブルを変えます。あそこをぐるぐる回ってる時が一番狩りやすいですね。まあね鉄砲水で無双できるんでレベル上げがてらテーブルを変えましょう。テーブルを変えるってなんかかっこよくない？エンカウントのテーブルを変える。あれ出ないな。あれれれあれれれれあれれれれれヘルコンドル卵をマジで蹴り飛ばすぞ。出てこやんと出てこやんと卵蹴り飛ばすぞ。ちょっと一回下降りてから登ってこようか。もう一回まあ他にもねヘルコンドルがね出現する場所はあるんですが、ここが一番捕まえやすいんだけどな。いねえ。いないな。
蹴り飛ばすか。ちょっともうちょっとだけ粘る、もうちょっと粘ってみる。特にね、その夜とか昼とか関係なかったはずなんだけど、なんでだろう。まあまあね、違うポイントでも、あーでで違うポイントでもね出ますんで、ちょっと違うとこ行きましょうか。出やん。雨の日とかはね、そういうのでもなかった。普通にさっきも上ちょっとね遠くに飛んでたんで、なんでだろう。やっぱりテーブルがちょっと違うんかな。テーブルがで、この、スライム、ストーンスライムなんだけど、結構こいつめんどくさくて、そのギャンブルボディっていうのを持ってて、ギャンブルボディっていうのはその基礎の防御力っていうか、食らう値は持ってない魔物よりも食らっちゃうんだけど、たまにそのメタルボディみたいな感じで全然効かない時があるっていう、まさにギャンブルなボディの特性。ただいて、そのギャンブルボディめちゃくちゃ好きで、ギャンブルボディ中だったわ。あー、スライムブレス出た。スラ、あ、もう一回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 、ヘイヘイヘイ、よし、ナイス。こいつを捕まえます。メタルスライムもいる。くー、くー、倒せたら倒そう。それはね、倒したら、倒せるんだったら倒そうよ。まあ、一応念のためスライムブレス逃げた時のパターン考えて。逃げる。じゃあ、捕獲に向かいます。捕獲の方向で。特に鬱陶しい技はしてこなかったと思うんで、シンプルに、防御とテンションでいきます。ヘルコンドルがちょっとややこしい技打ってくるんで、動き止めれたらいいよね。誘う踊りとか決まればなおよしって感じかな。じゃあもうこっからはね、100まで貯めて放ちます。で、100まで貯めた時に、なんかその状態異常させられた時のそのストレスはもう本当に、もう本当に、もう本当にってやつね。スカート。で、100まで貯めたのに外すやつね。マジぶち殺してやろうかと思うよね。ティロるやつ、100まで貯めてティロるやつね。レベル10にメス、覚える、レベル10にスライムブレスメスだから、ヘルコンドルオス、よし、ヘルコンドルのオスを必要としています。で、ここにね、メタルチケットがありますんで、それは回収します。で、こいつら無視してください。気持ち悪い、こいつらつけてさ、きち、気持ち悪い。まあ、ついでに回復しておきましょう。とりあえずね、今回はね、ヘルコンドル捕まえてイザナイルーラのところまでね、行ければいいかなって思ってますね、このパートで。ヘルコンドル、押すか。まあ、どっちかっていうとやっぱりね、逆の方がね良かったよね。ヘルコンドルを先に捕まえて、性別の判定をブレスに委ねるって方が確実にやりやすいよね。
ここでムービー入ります。ピスカちゃんだね。ピスカちゃんとジャミラスやね。うわ、ジャミラスってさ、ジャガン持ってんだね。ジャガン、ジャガンだね。ジャ巻き方を忘れちまったからな。もうどうなっても知らんぞ。ジャガンの力をなめるなよ。ジャガンなんだね。はい、ピスカちゃんとセブンスでした。生きてたねセブンス生きてたね。でこっからね、夜の帝王が出てくる。夜の帝王って名前クソワロタ。ほんと夜の帝王っていう名前クソワロだよねこいつ。でもこのままここは抜けちゃいます。帝王感一切ないのにね。夜の帝王。よし、んでこっちね、スライムファング。であそこにね巣があるんだけど、あそこにもねヘルコンドル出ます。ちょブレス、あー先制攻撃取られちゃった。ちゅぬ、経験値弱いよな。けどレベル上げがてら倒してるとは言っても、まあけど逃げる失敗してね、なんかそのイラつくよりは全然鉄砲水ワンパンでいけるから、経験値少なくても倒した方がいいよね。でね、ここの骨なんだけど、一応ねあの石系が手に入ります。メタルストーンとか石ころとかで、雨の日に今のね化石のとこ行くとスカルゴンってのが出て、そいつも一応捕まえる予定です。ただ雨とかはここのステージクリアしないことには、その雨とかその天候は変わらないんで、とりあえずねクリアしなきゃいけない。ヘルコンドルちゃんいないかな。いた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 、よしよし、お前不意をつきたいけど、ちょこいつは無理だ、仕方ね。押すね絶対で、ああセーブしてない。まだねこの時代はそのオスメスを把握できないという。テンション水鉄砲でゴー。テンション誘う踊り、道具薬草、やっぱ耐性あるよな。20前後食らわしてくるね。てんてん、巣から撒いた方がいいかもしれないな。オッケーオッケーオッケー、それでいい。止めろ。よし。でちょっとでもパーセンテージ上げたいんで、88、81、変わらんな。
カード。あ、いけるね、いけるいける、 100% まで、上げたらいけるわ。オッケーオッケーオッケー。ハートは押す押す。おお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 。あ、連れていけばよかった。まあいいか。はい、ってことでね、雪山で、捕まえるのは以上かな。うん、以上。ではもうイザナイルーラのところまでちょっとかっ飛ばします。んで、ヘルコンドルとスライムブレス、まあまずヘルコンドル使う時を見せるでしょ。んでその後にスライムブレスと掛け合わせてスライムタワーを作って、でそのスライムタワーを、タワーでよかったっけ、タワーを全体回復を引き継がしてかな。ん？今回が全体回復か。とにかくまあそんな感じ。スライムタワーを作ります。でシーメイダーもね、今後あの配合に使うんで、こっち、エンゼルスライムね、普通にやってる時だったら確実にここで捕まえますね。シルバーデビルも捕まえるな。回復系としてね、エンゼルスライムマジで優秀なんで。よし、はい、ってなわけで一旦ここで区切っとこうかな。イザナイまで来たんで、でそこの洞窟に入るとね、エスタークがいて、あと主人公の特技の盗賊の花が手に入るんだけど、特に必要ないんで、今回行きません。このまま上登っていきます。はい、ただ今回とりあえずイザナイまで来れたんで、一回飛行船戻ってヘルコンドル見せて、で配合して、でもう一回ここまで戻ってきて始めようと思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。